日白関係は日本とブラジルの二国間関係を指す。日本は1895年に初めてブラジルと外交関係を樹立した。第二次世界大戦後、日本は外国援助を通じてブラジルとの通商関係を強化した。対外直接投資はブラジルの産業発展のために用いられた。日系移民は他国よりもブラジルに最も多く見られ、 そのことにより、日系ブラジル人は、ブラジルの人口動態において、大きな存在感を放っている。1970年3月11日、大口サンパウロ総領事が誘拐される。誘拐犯の要求は、政治犯5人をメキシコに亡命させるというものであり、ブラジル政府は要求を受諾。釈放した。 政治犯がメキシコへ到着した同年3月15日になって総領事は無事に釈放された。2017年の BBC ワールドサービスによる世界世論調査によるとブラジル人の70%が日本の影響力に対して望ましいとの見解を示しており、望ましくないとの見解を示したのはわずか15%のみであり。 ブラジルは世界でも最も親日的な国のうちの一つであると言える。2013年の BBC ワールドサービスによる世界世論調査によると日本人の40%がブラジルの影響力に対して望ましいとの見解を示しており、望ましくないとの見解を示したのはわずか3%のみであった。現在、日本企業500社以上がブラジルに進出している。 2021年10月12日、ブラジル政府からマコ内親王に、リオブランコ勲章第十字型賞が授与された。2018年に、日本人、移住110周年を迎えたブラジルを、公式訪問しており、友好関係を増進したとして送られた。区内庁によると、マコ内親王は、訪問時の歓迎に、改めて感謝し、日本、 ブラジルの友好関係が深まることを願いますと述べた。ありがとうございます。